うわー、すげえね。ひもかかこっちゃうか、こけとっくめや。ここは、こっからほら、飛び込みできたぎな、うん、あ、一番雪の印やけで、そこの岩が、まあ、そこからトーンがなれば、うん、まあ、2番やろうな。うん、で、まあ、一番、あ、序の口はそこからほらな。で、こっちか、こっからを、今こう、こっから飛び込みがなれば、うん、向かいあったセゴノンの動画でもセゴノンがこのなんかこのとこからトッコジってよトッコジがなね安千歩ちいうとこがほんでこっからとかならほら勇気の印よほんでほらリュウさんこっちからよこっちから飛んだバカの印よ今これからやば、うん、憩いの里山城と名付けてな天神長寿およそ300メートル先右方向です。右方向300メートル先川んついの、うん、の川はこうやってよこさん川よこさん半山下多いとこやろ山やと、まあ、山やな、山城ってなあ、山をやろうだよ、あれまたねまずいとこまずいとこやろ、おじゃあ、あいやろ、おじゃあ、どうどっかはいはいおーこいから右やこはこいから、おトヨタマ、トヨタマ姫のえ、山城との基準の感じおよそ300メートル先、右方向です。あが、あやろか。まだ右や。神社はあら、3本だけ。神社はに。神社とか鳥居。鳥居だけに。鳥居だけあって、柵だけあって、あ。なんか、あげたでもまたちょっと後やろうだな。建物っぱいだったかも。わぜ、こまん、こまんか。駐車場はとか。こまんかどこら、おかがこまんかなこれ右やってやあー、これ右な、うん、右方向です、続いて目的地です。あさっき人げえやな、ここは人げえやなまあ、いたちさっき、おじさんに聞けばったに山城、中はどうすんやったあっちに人げえや目的地に到着しました。人げえやろ。お疲れ様でした。これ人げえやと。まあ、こう、先導士やろか。わからん。工場跡に到着しました。したで、今ここやったよ。うん、おいで、場所はどこに。あ、こいいよ、あっち行く。こいやまあ上やら、これはな、うん、裏から行かな、三階がもう。じゃあ止め方が気が引くと GPS がよこっち行かせたってことだよ、うん、道はこっちしかなかったってことだ裏から行かなろか裏あっちかこっちか、うん、裏か裏道まあどうせ山やってどっからで行かなっていうねこん上やっつこっちゃらほらほんなら、うん、今亀子城跡ってそこの山の高台今こっちこうぐーっち回ってきました回ってきたげなな田んぼの中に鳥田んぼの中の鳥あんた古かどあんたもの町時代からあったやかもないことで田んぼ真ん中やったのかまたないやったやかなないやったがっつり田んぼやったのか、うん、でこれ正面から昔は武家屋敷が正しようかこうやって正面から道路がなかったとかよお横からやったかな、うん、ここ道路しか土手やった田んぼここはね、うん、マメゴーで気をつけくやなおこあの武家屋は東かな決まりはあってやうん、なんか言わへんな、うん、道にね正面してないっていうのはまずいこの田んぼ真ん中よ昔は田んぼじゃなかったたいかな何やったいかな豊玉姫陵うん明け豊玉姫はい読んでください説明をご説明を
あの写真パチッチ撮ってあと読んでください。今日はここは豊玉姫の陵墓と言われ墓やったってほら伝えられています。石はなこれ神話の世界の豊玉姫は神話の世界やっと海神の娘で彦峰絵図の何ちゅうことすらもう4話並んでやっとこれどこで来るんだよ。ここしか振ってなかったよ。ひらがなを振ってもらったからな全部ね枠のない我々にはよ適当に山田のコメントで書いてくる笑顔やかもな中央どうぞあいら地元読まなとかし、はい読まなんだ墓跡地こんなこんな墓跡地こんな墓と伝えられているっていうことなんじゃいなかったよ石ぐらいコンタじゃんと石やってこれ向かいのそのままやんだ作ったコンクリで作ったとじゃないか石や残っちゃうその石もいつ作ったとああ豊玉姫領地墓があったってことやからな森のようになってたってああ田んぼじゃなかったわけ、うん、で桑も入れてはならないちゅうことで豊玉姫神社ちゃらあちらの地方の時やらを、うん、そうそう豊玉姫神社でほんでああ困ったよああ、ゆで卵じゃなかったやら玉手箱のはなげ、うん、あこも豊玉姫あったっけなんたらかんたらじゅうで、こいと、あん、浦島太郎が意見国にない、なちこたっけ親戚やいか、いとこやいか、嫁さんじゃいか。なんじゃい、勉強もしょらしい、いった前がいらんな。おいら、どけいたてん、いった前がいらんな。なんじゃ、なんてことやら、こら、どけいたてんよ。まあ、そういうことでした。ググってください。ググってくださいって言うてかなら。早め知った。まあ、じゃあ、どこ、田んぼんど真ん中よ、鳥居がつはたまがいな。これは誰が作ったかが削らんだろうっけ伝説やっただっちゅうで私の人が作ったどろかな住んじょった人が、うん、村主が村主がそれいつ頃こうちょうど今そこから見えほらそこ丘になっちょっところが、うん、白跡やわけな、うん、その山を高台が、うん、この辺がをまあこういうような動画をあ研究して、勉強して、うん、動画でちゃんと説明ができればよかったのをそういう動画なら評価も高かったのを俺はいいばっかりほら見いばっかりなんじゃ知らんによあと勉強すっともせんよ、うん、俺なんとんしねん動画やったこら勉強する動画ちゅうらそこずい行く行く、うん、その大切さじゃんなそこを、まあ、勉強するしゃ我が前勉強せっくれつはないよないいんですもうそこずし暇なかったはないよなもう行ってくれるだけで君たちは偉いマムイごっこしてんのほらちょうどいい感じでマムイがいや知っておくわこのあっかなかよっしゃじゃあまあ次やな次はどこやったっけあらパンパンはいはい回る回る待ってねホテルあとにボサボ探したにあってもう一段上にあるがね、はい、あれが頂上よはいはいだその下にあったのあ下に下に平らなとこがあったもんね、うん、そうそれああはいはい上り手前な上り手前のとこに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 上り手前のこっちからこの方を見張ってる見張り場だからああ頂上じゃなくてもよかわけああでもこの辺が向こうつけてみ杉山の中につけてみるらよはいはいはいあの辺りが全部ああいやでつけてみるであんまり高なかろねえちこう下から見ても、はい、今ほらあっきいたわけよな、うん、そうそうそう今トラクター止まってあっきいたをちょうど今夜行ったん今夜はな、うん、ここがその、この上が、その、亀甲城って言ったな。亀甲城って言った、亀甲城。亀甲じゃなくて、亀甲城跡地。うん、で、表の方に、亀甲城公園やったね。うん、あった、あった、あった。ちょっと、前から行かなって、まぁ、あ、ちょっと前から行ってみましょう。はい、はい。今夜は上が城やったってことじゃわね。で、これが。これ何やったっけ亀甲城公園ああやったやったやったこれ何かってほらそっからずっと向こうまで公園になっとったよまあこの川が
堀の代わりやろ。おお。この日は浴びおらへん。よかにいこんにちは。写真の岩の。あえて揺しっちゃえんのな。渡ってバタる。通行禁止になっちゃったりして。この橋渡るべからずち。真ん中渡るかい。ゆきさんの。よかよこんにちは。よか川があって。渡ってバタるかこの橋は。体重何キロつけてるかも。で文化財。江戸時代には大きな橋。やびつ橋。まあ意味は分からんけど。多くの人馬がこの橋を行き来しましたって聞いてやら。お作業者だから通ってよかったよこれね。そうなのね。ああそうも。建造したここ。あ橋はね。四ヶ谷南道1852年に作ったって聞いてやおいほっこれでよう知っちゃえんのなうわあら知っちゃいたいって知っちゃいたいってよあこら住太郎が知っちゃいたいってもう詰まってんでよ、ちっちゃいようにもちっちゃいわけでよかね感じちゃったよ、不思議やってもあんたこう、ぼこっちいかんでよいかそうちたちいかんわけやでに一体してよ水が染み出てるよあれや、おカメラ持ってなんけりゃ、とっこんたどんこは海、この川に。よかろ、大川持ってて、はい。大川持ってて、はい。どわけ保存の人もおらんの。あ、まあ、正直聞いてから、ここは遊泳禁止刑事。遊泳禁止というのは消えてねやいな。普段な手堅い男は。カメラは下着の人じゃあ、でよ、つるっち。うん、ここに、映ってるかわからんけど、ここは映像とのまあなんか写真じゃよ伝わらんのな。まあ写真の技術やったらね。ここで流れ来た水がここ狭まったところでプールのこになってよ、横を横しゃらら、長いのは横はそばしょわら。特攻もじゃないね。ねえ、やでよかっち特攻で、カメラ持ってくるんで。あ、特攻でよかろうな。よかかないかかは聞いて書いてなかったですね。やっぱり禁止やかもしれんで。おお。